はい、どうもゆうたです。今日はちょっとね、とあるプライベートガレージに来ていまして、ちょっとアライメントと車高調整とかちょっといろいろやっていこうと思います。71だね。71、うん。で、今20キロ入ってるんだっけ。そうです。で、1÷1.25 を ×20 だから、この71あったとして、20キロの時と16キロの時は縮み側が275キロ÷16、275キロ割ることの16、275キロを275÷16、実例と 17.2 しか伸び側のストロークがあります。1センチ、 1.7 センチ。だからジャッキアップをやってタイヤがちょっと動いた瞬間にあったじゃん。まあそういうことだよね。だから、275÷12.8 だと21ミリです。だからバレレートを硬くしていくと縮み側のストロークがどんどん なくなっていっちゃうじゃん。はい、これってどうなの要は、ちょっとでもバーンって当たった瞬間に、あのとかちょっとだった瞬間にタイヤ離れる。この時点で乗ってて、コーナーで不安定なのは当たり前で、荷重が寄ってそのこう斜めになってる時とか、その荷重がかかったらリアのタイヤが路面から離れるのはこれなんじゃないですかね。そんなことないですか。言ったぜ。だいたい自分より速いこのダブルアレックス系の人はリアが2キロみんな硬いんですよ。そうなんだ。はい。そうか、羽根がついてるから実質荷重増えてる可能性もあるのかな、性的な状態じゃなくて。すげえ。なんだ。一応さ、ユタさんにも似たのが入ってるよ。はい、そのところにさ、このテンゴンのシートが入ってるでしょ。これは、これのインコを狙ったんだよね。あ、滑るでしょっていうので、はい、ここに入ってるじゃない。はいはい、同じに。そう、はい、本体。ただ、うちに今65がないんだ。60はあるけど、はい、だから、もし何だったら65買っといてあげる。あ、わかる。バレレートを持ってるやつに変えれば、はい、そういう効果は確かに多少は見受けられるけど、はい、レート書いてあるでしょ。50 60 60 50。ツイートなんかも書いてあるでしょ。レートが040 4キロ。はい、これも4キロ、うん、これはバネなのね。はい、でもそうだ、ヘルパーとアシストとかっていう言葉があって、はい、こっちはアシストっていうか、そのあのバネが遊ばないようにするための補助でしょ。あRB が合うんだったら、この紫の買い違い、こいつ4キロだろ。 RB がさ、こいつ65じゃん。はい、65にして、
社交調整下げる方は死ぬほど大丈夫だろ君は、はい、あの上げる方はもうないけどだからこうすると車高が上がるはずだから、あこの打ちパスで測って、はい、水平にぐらいになるようにスタートすれば、はい、この上が残りが縮み側、はい、で伸びのストロークが下側、下側、うん、だから71に対して下を測れば上が測るでしょ。下を測ればいいのか、伸びすでもいいんじゃない。これでいけ、これでこれだったじゃん。28ぐらいあるな、28ぐらい伸びるってことですか。そう、ゆっちゃんの28、これも浮いてんじゃん、タイヤが、はい、浮いてる状態で28ミリまで伸びるんですね。うん、上がだいたいこんなもんだから42ぐらい足すと75。伸びが28で縮みが42。今が24ぐらいだね。でこっちが19なんでちょうど5ミリ。よし。今が 85.8 なので、まあ、4.2 度キャンバーがついているんですけど、でも塔の方が今こっちが12ミリの2ミリなんで10ミリこう感じで10ミリアウトになってるんで、ちょっと5ミリアウトにしてキャンバーがどんぐらいになるかもう一回測ります。今が86.21 なんで、まあ4度、 3.9 度です。キャンバーがで塔が今外アウト2ミリぐらいなんで、ちょっとアウトにすればキャンバーもつくかな。はい、でねちょっとアライメント終わりました。で、まあ車高調整とかもしようとか思ってたんですけど、結局、平行ぐらいでバランス取れてたんで、まあいいかっていうので、で、あと、ちょっと動画、ちょっと僕もアライメント一緒に教えてもらいながらやってたんで、ちょっとあんまり動画ちゃんと撮れてないかもしれないんですけど、そこはちょっと申し訳ないんですけど、一応、結果的に言うと、フロントの塔がトータル8ミリアウト、マイナス8ミリっていうのかな、4ミリ4ミリアウトなってます。でキャンバーが、4度ぐらいか、ちょっとアウトに振るとキャンバーが起きる傾向にあるので、あったので起きちゃったんですよね。 4.6 度ぐらいあったのが4度近くになっちゃったので、はい。でリアが、トータルマイナス10ミリっていうのかな、5ミリ5ミリアウトになってます。でキャンバーはいくつだったっけ、 3.94 度、まあフロントと同じぐらいだね。フロントもうちょっとつけたいんですけど、もうアッパーが限界と下の、ブラケットのところでやるのもそれ以上やっちゃうと内側ホイール当たっちゃうんで、ちょっとアッパーを加工してもうちょっとつけるようにしようかなっていう風には考えてます。はい。で帰りちょっと高速とか乗って帰ってきたんですけど、いやもうキビンキビン、もうなんかね、大げさに言うと S2000 みたいな、ノーズ入るし
リアがちょっと巻いてくる感じもあるんで、ちょっと緊張感があるというか、どんな運転してもどうにもなんねえだろうぐらいの安定感だと思うんですけど、VAB って。それがちょっと消えて、もうかなりシビアに、ちょっと緊張感がある。ステアリング握るの緊張感があるぐらい、ちょっとオーバーが出そうな感じもちょっとあります。そのぐらい機敏には動くんで、ただその曲がりすぎるのがいいのかどうか、この動きがいいのかどうか、結局限界、曲がったとしても限界が高くないと意味ないんで、結局今みたいなニュートラルな感じがいいのか、ちょっと弱アンダーで、あんまり挙動も乱れずに限界を、どっちが限界高いかっていう話だと思うんで、まあそこは一般道レベルじゃやっぱり分かんないんで、サーキット走って、まああとは乗り方もあるだろうし、あとはタイムが証明してくれるんで、サーキットっていうのはやっぱそこでどっちが速く走れるかだと思うんで、まあ僕はフィーリングとか気持ちよさとかっていうよりはもうタイムしか求めてないんで、乗りづらいだろうがなんだろうがタイムが出る方がいいんで、まあもうタイムが出る方にアライメントはもう振っていくんで、まあここをちょっと基準に、まあ足し引きしてちょっとセッティングしていこうかなと思ってます。はい、という感じですね今回は。はい、もう完全にプライベートガレージでちょっとね、やっていいよっていう感じでやらせてもらってるんで、ちょっとね、いろいろ揃ってて、またね、ちょっとセッティング変えたいなって思ったら、ちょっとお世話になりたいなとか思ってるんで、またちょっとセッティング変わってね、どういう風に車変わるのか、またお伝えしたいと思いますんで、はい、という感じで以上です。